ー、じゃあしょうがない。これあの罰ゲームなんですか。キースのような弟キャラで姉さんを心配するようなイケボ言ってください。なんそれ。なんで、え、私、え、柿原さんの前で何イケボ言うの。いやでもできるな。イケボ。いやもうやめて。イケボって。浴びせてこないで。やりづらい。イケボシャワー。やめて。20年やってるけどこんなひどいことない。自分の声をイケボしたの超はずやばいやばい。キャラでごめんなさい。え、あ、じゃあいいですか、ちょっと。はい、心配するよ姉さんって。 OK です。うん、いきます。うん、姉さん姉さん大丈夫か。姉さんユーマすごく心配だよ。姉さん、えなりかずきかユーマだよね。これどっち。姉さん、まだ出たってしょうがないじゃない。どっち、どういうこと。え、どっち。全然イケボ、今シャワー浴びちゃったから、全然イケボ出てこなかった。もういやダメ、あかんもん。姉さん、もうシャワーがすごいもん。はい、ということで第3回目、はい、ハメフラジオでした。はい。